ホースポケット。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。いい感じですね。いい感じですね。先日の話なのですが。気合い十分ですね。いい感じですね。適正な馬体重です。いい感じですね。クエストを達成しました。ところで、適正な馬体重です。いい仕上がりです。でしょうか。いい感じですね。何か用ですか。いい感じですね。いい感じですね。何か用ですか。二番人気でしたか。ただいまより投票受付を開始します。
さあ、12頭の下点が完了しました。体制完了。さあ飛び出した12頭、ばらついたスタートになりました。先行争いであります。ブリリアントロードが上がってまいりました。サンプレイスがそのうちにいます。エイリートマホーク、8番、大和欧州。さあ、向こう流しに入りました。1番、辻のワンダー。外から1頭、カタノフラメンコ。その後ろでやりましょうか。12番、プレジオ、エアスマップ。ちょっと離されまして。11番、進行シングラー。そしてその後ろから5番サイレントセイバー、2番宮城のドリゴ、その外7番ナイワテキサス。もう一度前から整理してみましょうか。順位が入れ替わっておりまして、先頭はエアスマップ、この辺りちょっと離れている11番進行シングラー、そしてその後ろからサイレントセイバー、2番宮城のドリゴ、そしてしんがりからナイワテキサスであります。さあ場内が騒然としています。先頭行く黄色い帽子はエイリートマホーク、怖い馬が来た。9番ヘアスマップだ、ヘアスマップ懸命に追う。さあ先頭はブリリアントロード、一気に押し切るか。外からはヘアスマップが来ている。並ぶかヘアスマップ、ヘアスマップが襲いかかる。オレンジの帽子ヘアスマップ先頭だ、一着ヘアスマップ。馬が戻ってきました。いい感じですね。ご存知ですか？先日の話なのですが、気合十分ですね。まずまずでしょうか。好きですが、読むよりも店で探してることの方が多いです。まずまずでしょうか。いい感じですね。
何か用ですか？一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。果たして先頭に行くのは、先手を取ってアンブラスモア、外から一頭ダマモ響き、そしてそのうちにパタノフラメンコ、エイシンスペンサーが並んでいっています。ちょっと離されまして、ロードサクセサー10番名称ラムセス、トッププロテクターがその後ろ、そしてその外に9番名称起用、ちょっと離れて8番オースミブライトであります。そしてもう一頭大気ヘラクレス、もう一度前の方であります。先頭は依然として4番アンブラスモア。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。パタノフラメンコは2番手、このまま抜け出すか。抜けた抜けた。1番パタノフラメンコ、内を通ってアンブラスモア、トッププロテクター懸命に追う、外からトッププロテクター、ここでは負けられない。パタノフラメンコ、パタノフラメンコ1着、1番人気に見事応えました。確定しました。やりました。ご存知ですか？まずまずでしょうか？いい感じですね。どうでしょう。適正な馬体重です。持てます。いい感じですね。何か用ですか？今週はレースがあります。期待が持てます。嬉しそうですね。何か用ですか？余裕の一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。
名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ターポイズステークス11頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ先行するのは何か。エイシンルーデンス先頭、これを追って2番湘南ハピネスであります。11頭が第2コーナーに向かいます。ちょっと離されまして、6番タイキトインクル、カリスマサンオペラ、8番タイムフェアレディ、内を通って5番サクセスストレイン、そしてその後ろからカタノフラメンコ、外を通りまして10番タフグレイス、それからもう1頭11番ムーンライトタンゴ、そのうちに1番ノブレスオブリッジ、第3コーナーに向かいます。11頭ちょっと離れて9番グリーンプラネットでやります。2馬身くらいの差をつけてエイシンルーデンスが先頭です。それから湘南ハピネス、この辺りちょっと離れているタイキトインクル、その外カリスマサンオペラ、中山のスタンドが揺れています。パタノフラメンコ直線伸びてくるのかどうか。4番エイシンルーデンスがまだ粘っている。怖い馬が来た。1番ノブレスオブリッジだ。ノブレスオブリッジものすごい足、エイシンルーデンス先頭、ノブレスオブリッジ完全にかわして先頭に立った、独走になった。ノブレスオブリッジ後ろからは何にも来ない。1着1番ノブレスオブリッジ、1番人気のパタノフラメンコが2着。次に備えましょう。1着1番2着。レースを終えた馬が戻ってきました。何か。ご存知ですか。ご存知ですか。ご存知ですか。